皆さんこんにちは、チャンピオン76の武田です。今僕の前にあるバイクですね、トライアンフのストリートスクランブラーというバイクです。トライアンフというバイクは、バイク好きの方ではですね、皆さんご存知かと思います。トライアンフというメーカーはですね、実はですね、あのハーレーダビッドソンよりも古いオートバイですね。僕の知ってる限りだと世界最古のバイクメーカーではないかと思います。そんなトライアンフがですね、現代に送り出している、モデルの一つ、ストリートスクランブラー。スクランブラーっていう元々のオートバイがあるんですけども、トライアンフのこのストリートスクランブラーはですね、より都会とかですね、街、そういうものを意識したですね、モデルになっていてですね、足つきも良くですね、普通のノーマルのスクランブラーよりもなんとなくこうコンパクトに見えるっていうのが最大の特徴ですね。見た目の形とかはですね、通常のスクランブラーモデルとそんなに変わらないんですけども、足つきの良さとか、そういう車高の問題とか、そういうところが一番の特徴だと思います。マフラーの形状とかは通常のスクランブラーモデルと同じモデルになっています。すごく足つきも良くて、エンジンの、パワー感とか、新しい、バーチカルツインが積んでいるので、すごくレスポンスも良くですね、街中もキビキビと走ることができるモデルですので、ちょっとした買い物もそうですし、街の中でタウンクルージングのような感じにも使えますし、かといって、オフロードが全然ダメなわけでも、ちょっとしたですね、アスファルトじゃない土のところとかね、そういうようなね、ところにも入っていけるようには設計されているモデルになります。なので、ちょっといろいろとですね、ちょっとした冒険心だとか、ちょっとしたアドベンチャー心、そんなものをね、バイクの中で求めていてほしいなっていう方はですね、すごくいいモデルだと思います。一度ですね、現車をまたがってみたりとか、触れてみてですね、サイズ感とかっていうのを確認していただければなと思います。またがった感じですね。僕の身長はだいたい170ちょっと、このモデルは両足が、スニーカーですけどもべったりと足がつくような、車高になっています。エンジンの方もですね、いい感じの音が出ているのと、ハーレーほどのどこどこかはないですけど、それなりにイギリスの、トライアンフのどこどこかを感じることができる、非常に、スムーズな吹き上がりのバイクだと思います。一度ぜひですね、イギリスの伝統のですね、オートバイトライアンフ味わってみてください。